GoPro7 に切り替わります。おはようございます。おはようございます。 Thank you. とりあえず今日のブログを始める前に朝ごはんを食べに来ました。僕の大好きなウィンチェルズです。でこんな感じでドーナツ映しているけれど実は食べるものが違うというね。ここのクラムチャウダーめちゃくちゃうまいです。 Do you have any other soup? Like except chicken noodles and rice ballo. あ、チキンヌードルメニューこんな感じ。なんかサンドイッチとかパニーニー結構美味しいになります。リナさんは今も滞在中暇してるみたいなので撮影に付き合ってもらってます。朝と言ったらこれでしょう。クラムチャウダー米の中にこれを入れる癖があります。カレーみたいにして食べるのがすごい好きです。みんな食べたことないと思うけどめちゃくちゃうまいです。What's up? 皆さんこんにちは、サファイアです。今日はねこれを試したいと思います。GoPro にこういろんな付属品をつけてブログ用の GoPro を完成させたんですけども、普段はあの観光ツアーみたいなことしかやらないけどせっかく商品届いて組み立てたのでちょっとこれを使って皆さんに紹介できればなと思います。マイクありのやつとマイクなしのやつやります。まあ、せっかく撮影するなら綺麗なところで撮りたいなと思って、ね、インスタ映えスポットアガニャベイすごい綺麗です。潮が引いてると色の違い、緑のところ、青のところって結構すごい色の違いが分かると思う。そういったものも紹介しながらやっていきたいと思います。さあ、お分かりでしょうか、この風の強さ。早速、マイク付きの GoPro7 の違いをね、見てみます。 GoPro7 に切り替わります。でしょうか皆さん。全然違うと思います。パソコンでね動画として見なきゃ分かんないんですけど、どんな感じで音拾えてるのか楽しみです。この120ドルが役に立つのか立たないのか、どうですか皆さん。風がすごいです。気分は最高ですか。はい、次はこのマイクなしの GoPro 純正の何もねマイクをつけてない状態でちょっとこれから撮影をしてみたいと思います。さあこれが今マイクなしの GoPro 製品ですが、聞こえ方どんな感じでしょうか。
マイクありとマイクなしの比較いかがだったでしょうか。まあこれね、参考になったなと思った方はぜひ高評価ボタンの方よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイバイ。次の動画を見たい方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。